久保さん。捉え方が変わっても、本質はあまり変わらないっていうことですね。変わらないものが世の中にはあるよっていうね。まあ、まあそういうオチもあるんじゃないですか。変わるものもあれば変わらないものある。でも、うーん、変わるものと変わらないものがあるという本質は変わらないっていうね。変わるものと変わらないものがあるという本質は変わらない。結局変わらないっていう。 <laughs> まああの物は言いようですからねどういうふうなまあでも久保さんのやっぱ例え話すごかったですねヨットの話はね、まあ、納得せざるを得ないですよね <laughs> ヨットの話は納得せざるを得ないっていうねもう説得力感すごいあるんじゃないかないい話だったっすね <laughs> 風向き変わってるのにそのままねヨットのあれ変えなかったらね何も進まないですし逆に逆進んじゃうかもしれないですからね じゃあ僕がヨットの風向きを変えずにずっとそれで、あの、なんだ、あの、できた理由ですね。まあ、ちょっとタイトル考えますけど、まあ僕はその、久保さんと違って仮想通貨もやらなかったし、あの、FX もやってないけど商品売ってるんですけど、まあ基本的に全部やってないです。ね。やってることは商品売ることです。 で、なんでこれで、あの、風向きが来ても何も変えないでもいけるのかっていうと、本質をやってるからですね。ビジネスの本質。客数×客単。集客して商品を売る。もう、これ、この構造なんですよ。売り上げ、お金を作り出す構造の。まあ、いろんな作り方はあるんだけども、まあ、ことビジネスというくくりのお金の作り方で言うならば、集客をして何かを売る。これ一択しかないですね。だから、 ビジネスの世界においてはですよ。お金を稼ぐという世界においてはいろんな稼ぎ方があります。ただ、ビジネスの世界では、まあ、これが、まあ、王道であり、まあ、基本であると。うん。だから、基本を常にやっている。で、また一つの事実があるとするならば、まあ、今年東京オリンピックやるか,わか、やると、やる高校生だと思いますけど、どれだけすごい選手になっても、基本練習するし、ランニングとかね、 準備体操をするじゃないですか。それ基本じゃないですか。どんなにすごいテクニック、どんなに世界一の技術を持っている人ですら、準備運動をします。基本練習します。基本動作します。なんでですか大事だからですね。だその大事なことさえやっとけば、まあ、あの、飯食えるよっていう、なんとかなるよっていう、ですね。そんな難しいテクニック使わなくても、基本だけで、あの、 月収100万、行けます。基本を徹底的にやるだけで。もう一度言いますね。本当に基本動作を徹底的にやるだけで月収100万は行きます。いってらっしゃい。